今出ましたように、私は北海道から沖縄まで、小学校5年生からやってます。中学、高校、大学、先生たち、PTA の皆さん、倉敷商業高校では4年前にもやらせていただきました。今日はこれから大阪に行って夜また高校生に講演することになってます。ですがこの時は私フリーターニートの話を随分やったんですね。皆さんご存知でしょうか。例えばフリーターを一生やる、正社員を一生やる、生涯賃金2億円ぐらい差がつく、まあそんな話をよくやってたんですけども、今の私はですね、それよりもっと深くちょっと心の問題、コミュニケーションとかですね、自己肯定感、そんな話を中心にやっております。